はい、健作さん、今週もお疲れ様でした。いやなんか、ね、月曜日からというかね、もう先週の土曜日の段階から僕らは始まってますからね。始まってます。でも、ね、眠いっす。いや、それはね、もうどれだけやっても変わらないです。やりきった後。だから、まあ、今日はしっかりと眠って、明日に備えましょうよっていう、この今、土産公演の番外編ですから。当たり前ですよ。これ、っていうことは、はい、これ2回目やれる ?2 回目、そう。前回特別編で初めてやったかと思ったら、はいはい、今週も。あれ1回で終わっちゃうかなと思ったんで、いやいや、やれる、ね、嬉しいことに、はいはいはい、サポーターの皆さんが YouTube のコメントとかにもね書いてくれて、これ毎週やってほしいなんていうメッセージも読ませていただいております。じゃあできる限りね。あ、じゃあ続いていくかもしれない、かもしれないかもしれない、初めての試みですもん、ね、でも多分続く理由の一つとしては、検索さんが開幕戦のスタメン、はいはい、ズバリ当てました。出ましたっていうか、まあ、でも大体でもそうね、割と大方の新聞の予想とかもこうでしたっていう。大体みんなと同じような。まあちょっとね、ここが試合の中でもちろんこうなっていくとかはあるけど、ここはしょうがないですね。まあ、ここは多少 ね、うん、流れで変わるかもしれないけど、でももうこの11人、いやいやいや、勝ちたかったね。何、いやいや、やっぱりあの PK っていうのは結構でかいんですかね、ねえ、ゲームの中で。だからもう先に取って、はい、ね、あったからね、そこで追加点、2点、3点で取るチャンスもあったから。検索さんが見た中で、うん、開幕戦の良かったところとか、良かった選手とか。良かった、もう好き。あ、駒井選手。最高じゃない、やっぱり。うん、1回目でもね、はい、今シーズンキーマンになるんじゃないかって伝えたと思うんだけど、はい、守備でもやっぱりいろんなところに顔を出して、ボール拾って、はい、攻撃につなげて、チャンスの時はもうえぐってえぐって。ここまで来ましたよね。今日ボールがあるんだ。おで、こっからね、こういうボール入ってね、はい、シュートまでっていう形も作れてたし、うんうん、攻撃守備でやっぱり今シーズンもキーマンになるような働きぶりだったんじゃないかな。で、前回のもぜひ見ていただきたいんですけども、ここのボランチ争いはものすごく熾烈だっていう話をされていて、で、まあ、この2人が開幕戦、高峰選手と駒井選手。いや、背番号6番ね、はい、まあ、俺も6番だったから見ちゃうよね、はい、でもまだまだこんなもんじゃないよ。もう少しボール奪えてるシーンはあったし、はい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 、奪いきれなかったのもあったから、本人もそこまで納得はできてないんじゃない、はい、ね、もっと攻撃参加も行きたかったと思うし、まだまだここでもっと貢献してもらわないと。あ、そのあたり札幌の場合はちょっとキャンプ生活が長くて、長いね、地に足をつけてとか一箇所でドンと練習できてないっていうのがあるから、それはこれからですかね。キャンプ難しいよね、なんか本当メンタル的にさ、集団生活はしているものの家から通えないじゃない、はい、キャンプ地から移動があって、ね、またでも戻ってでしょ。きついよ。これはもう北海道としてはね、もうしょうがないことではあるんですけども、まあ、受け入れなきゃいけない分。でもその中でルヴァンも含めて、うん、それぞれ負けなかった。そうだね、得点も取ってるし、勝ちきれなかったけど負けなかった、はい、うん、っていうの。綺麗じゃなかったですか。大好きじゃない。ハーフボレーは。いやいや、でもこの試合ね、やっぱこことね、ここの関係性良かったよね、はい、そうですね、このコミュニティ、もう2人はね、はい、同期で入って分かり合えてるから、はい、もうね、もう見なくても分かってる。こういうことしようっていうのは伝え合ってるっていうかね、はい、伝わってるから、落としたボールをダイレクトで入れて、はい、剛が競ってこぼれ球落ちたところをルーカスがここ狙ってて、はい、逆サイドに、やっぱりあれ吹かさずに、うん、あのおしゃれに決めるっていうのはブラジル出身のテクニシャンらしいですよね。そうそうそう、右足に体被せてこう、俺なら空振りだね。左利きだから絶対打てない。ね、打てないけど。検索さんがこっちにいたらそういう、そうだね、ことがね。こういう感じで体を被せてボールが上に行かないように。はい、でもテクニカル、うん。見事に逆サイドね、綺麗だった。でもね、キャンプからの調子の良さが見て取れたなっていう。はい、これただね、僕ちょっと聞きたいんですけれども、あの PK のシーン。PK。こうじゃなかったんですか、登録選手でチームに加入して早めに1点取ってほしい、うん、っていう思いもあるじゃないですか。ね、譲ったよね。なんか決定キャンプの時もルーカス選手が PK 蹴ってたりしたので、うん、ちょっとチームとしての決め事でまずルーカス選手だったのかなっていう気はしますよね。ちょっと遠慮もあったね、うん、まだでも一発目の試合だったからね、はい、でも抜群じゃない、あの抜群じゃない、登録選手この怖さ、ペナルティーエリアの中もそうなんですけど、こういうところで、うん、体張って、うん、めっちゃ相手を背負うよりじゃないですか。ボールを収めて、ね、簡単に奪われないから。そう。ってことは時間が作れて周りの選手が飛び出せるっていう。うん、だからボールが本当に収まる、はい、
ね、体強いしね、体のこう使い方、はい、ね、相手から遠い足にボールを置いたりとか、うん、取りづらいところにボールを置いてキープできるから、こういう飛び出しがね、はい、どんどんできるが、ここは起点になってたから、で90分やったし ね、はい、ね、そうですよね、途中で変わるのかなと思ったら一発目の状態がっても言ってました。じゃあ、まあ、勝ち点3は取れなかったけれども、うん、今シーズンの戦い方に非常に巧妙を見た開幕戦っていう風に、特に前半なんて良かったじゃん。いや、前半最高だった。パス回しテンポあったし、どんどん仕掛けてね、はい、ここ入ってたし、だから2点目3点目取れたらこの試合は なるほどね、勝ち切れたんじゃないかなと思うけど、もったいなかったけどね。でルヴァンはもうメンバーをガラッと入れ替えて、ガラッと変えたね、まあ、引き分け一時は逆転したんですけど、そうだね、でちょっとね、ルヴァンどうしちゃったのっていうことがね、やっぱ、びっくりしたことがあったんだけど、あれはもうこれのせいじゃない？ここでさ、ちゃんと作っとけって言ったのに作らずに、前回の時スタッフが西選手のこのプレート用意してなかったから、手書きしてこの選手にも期待ですっていう話をしたんですけど、ねえ、ここで、いるのかな、ゴールキーパー今日いないな、いな、え、入ってないな、選手いませんでした、中野あります、お、あ、いるじゃん、いや、だって選手あったもん、選手あったもん、疲れてるな、これ目に入ってこない、ごめんね、小次郎がこう入ってたけど ね、うん、でもね、これが雑だったからじゃないの、この書き方が、ね、そうよ、精神的影響が選手にもちょっとあり、まあね、第5回じゃありえないと思うよ、そうです、ね、思う、ただまあそこは、まあ、中野選手はまだ若いので、うんうん、ちょっと分からないですけど、うん、西選手はもう経験も豊富だから、それをずっと引きずるっていうことではないですよね、ない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 、うん、でも前半でね、そうですね、監督もうはっきり変えたからね、変えましたね、だからやっぱりこれはいくら経験豊富な西選手であっても、ミシャ式にすぐ対応するっていうのは難しいんだなと。そうだね、もう本当に後ろでとにかくつないでいくじゃないですか、 そこにはリスクがあるんだなっていうことは実感しましたよね、最初からこれだったらね用意したああいうね、ミスがなく失点はなかったと思う、ごめんね大吾、あのね、あとスタッフの力の入れ方が若干おかしくてあのあっという間にね、うん、これ見えへんかな、そうだね、先週西選手なかったのに、はいはいはい、先日西登録されたユースチームの選手のボードまでもうできてるんですよ、なこの頑張りようは何だだったら最初からやっとけっていう思いもあるんですけど、今日もう本当増えてるしさ、そうでしょ、頼むよ、ね、じゃあそれを使って、うん、ホーム開幕戦、はいはいはい、いよいよ明日です、そうだね、ちょっと検索さんメンバーを、いやいや、もう大悟にはまたね、これはもう絶対やってくれるから、はい、うん、引きずらないし、ね、必要な選手だから、まあこう、まあ、これは変わらないんじゃないかな、今のすげえいて、はい、基本的にはじゃあ、ね、開幕戦のメンバーとホーム開幕戦は同じでいく、うん、行くと思うよ、おコンディション問題なければ、はい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 、ここはもう行くでしょ、まあ、例えばこの金子選手、うん、高峰選手、田中俊太選手はミッドウィークのルヴァンに後半から出てるんですか、問題ない、大丈夫ですか、試合やりたいでしょ、はいはいはい、はい、でいい調整できたんじゃない、うん、あの45分で、はい、でなんかね、時間も空いてるし、問題ない、はい、そんなお全然、じゃあまあまずはこれでやりたい、ホームだよ、ねえ、選手からしたら出たいよ最初から、まあそうですよね、点取って乗ってるここ行くでしょ、はい、で多分ここはもう両サイドは、はいはい、高い位置どんどん仕掛けていくっていうプレイヤーだから、はい、行って、あとはここのね、興梠選手も言ってたけど、なかなか3人でワンタッチでボールつないで抜け出すとかがなかったから、あ開幕戦で言ってましたね、うん、もう少し連動がね生まれたら迫っていけると思うから、ここら辺のコンビネーションが高まれば、あとはね、こういう選手からボールがどんどん入ってね、はい、でここの、ごめんね服ね服の上がりとかもね、はい、やっぱで俊太も良かったからね、この関係を、そうですね、でね、ひろきはね、ちょっと失点に絡んじゃったけど、はい、自分でやっぱ悔しい思いがあるから、ここでもう一回取り返そうっていう気持ちで締めてくれると思うから、うん、これも健作さんの今の動かし方ですごい分かる通り、はいはいはい、うん、めちゃくちゃラインが高いですね、行くでしょ、でここもこう行くわけでしょ、いやいや、すげえもうここにもフィールドプレイヤーみたいになるから、出ちゃうからね、このペナルティーエリアから、相手との兼ね合いっていうところで考えると、広島ね、うん、戦い方ちょっと変わってるよね、はい、前からどんどんボール取りに来てるから、うん、高い位置でだアグレッシブになってるから、そうなるとやっぱり相手のラインの裏にはスペースが生まれるから、はい、そこでうまくボールをつないでいければね、はい、ここで奪われてしまったらもちろんゴールに近いから危ないシーンは作られるかもしれない、うん、うまくいいポジション取りながらボールが回っていけば、うん、さっき言ったように相手のスペースはあるから、はい、飛び出しであったり、ここはね、うん、
やっぱここで点取りたいじゃん、チャンスあったでしょ、1回。あれね、だからもう1点2点の失点はしょうがないにせよ、うん、やっぱり3点4点を取っていくっていうスタンスはもう今年変わらないって言いますね。相手に合わせるんじゃなくて自分たちのスタイルを貫くっていうのはやって、もう少しボール触ってほしかった ね。で前向いていろんなパスが出せる選手だから、でも良くなっていくんじゃない、はい、うん、じゃあ健作さん、今回はもうメンバーは、うん、まあ、また固定でいくかなっていうところなので、健作さんに予想してもらうのは、願望も込めて、うんうんうん、スコアどうです？スコア2-1。お、うん、誰、まあ、リスクあるから1点は取られるかもしれない、はいはい、でも2点取る、はい、1-1、興梠選手、岡下選手を取ってほしい、ホームで、でインパクト残して、はい、ここも今シーズンやっていくよっていう、はい、昨シーズン7ゴールだけど、それ以上上回ってほしい、それもう最高の結果ですね、欲しいよね、欲しいよね、アシストなんでしょ、うん、最高のパスです、やーから抜け出して合わせて、はい、もうどんな形もいいね、でもなんかループシュートなんかも興梠選手から教わってるみたいだ、あ、本当ですか、うん、いろんな多彩になった強しを見たいなと、はい、シュートシーンね、じゃあちょっとその戦いを明日ホーム開幕戦期待しましょう。そして健作さん、はいはいはい、現場に解説でも行くんですか、行きます、明日やりますよもう、はい、アクシデントがあっても動揺せずにやってくれるメンバーが揃ってますからね、はい、大丈夫ですよ、じゃあもうスタジアムに行ける方は、はい、ぜひ札幌ドームで、そうですね、そうじゃない方は、はい、ネットの前でですよね、そうですね、配信あるんですもんね、はい、いやもうサポーターの皆さん本当に最高の雰囲気を作ってください、待ってたと思うんで、もう最高のメンバーが揃いましたし、他にもたくさんいますけど、はい、今シーズンより攻撃的なサッカーを見せてくれると思うんで、まずはこのメンバーでいくんじゃないかなと思います、間違ったらすいません、皆さんも想像しながら楽しんで勝ちましょう、お願いします。